僕自身も初めて築地に行った時にすごい驚いて、まあ、この本当に築地 このパワーであったりとか、人々、そういう人々が日々築地を生み出しているんだっていうことを映画に記録したいなと、そういう築地のエネルギーにすごい影響を受けたというか、驚いて映画館に出荷したいなっていうのを、まあ、考えて構想を始めました。の方たちだと常に1個キーワードで信頼関係って言葉があるんですけど、それは本当にすごい長い時間をかけて築かれてきたもので、やっぱ根底には家業っていう概念があって、人と人との関わり方、この映画を通して、なんだろうな、この本当にどのように今の受け継いできた文化を自分たちが育んで、まあ、次の世代に渡していくかってことを一個考えるきっかけになればいいなと。